ウイチと日向のひな道場始まりました。全国各地のボートレース場でガチンコ予想をしていくこの番組、ウイチとひなとのひな道場、うん、今回は7丁目でボートレース多摩川にやってきました。私多摩川のボートレース場が一番来てるんですよ、プライベートで。ああそう、帰ってきた感がすごいです。地元じゃないのに、そう全然地元じゃないのに。じゃあもう大体の居場所とか、はい、美味しいものの配置とか、はいはいはい、もう決まってますね。なるほどね、なるほどなるほど、はいはい、じゃあ楽しみですね。楽しみです。このボートレース多摩川ですけども、上にもいますけど、しずなみまつりちゃんというね、 YouTube とかでグッズとかもいっぱい出てるまつりちゃんでございます、はいはい、であと今年の年末だと、はいはい、クイーンズクライマックス、今年の最大のお祭りが、ね、待ってるわけでございますね。ちなみに前回ふなさん最終レースに勝ったのにちょっとマイナスになっちゃったっていうところで。あ、私は123ボックスのみ。それいけんの？123が来たら、はい、オッズ 5.7倍。あれ足りない。次はもうちょっと考えて、はい、やれたらしっかりプラスになれるかもしれませんね。勝ったけどまくりきれなかったんですよ私が、うんうんうん、なので今回はその前回のそのまくりきれなかったところとかも踏まえて、ドリルやんなよ。計算ドリルですか？そう。まず私ボートレースとかじゃないのよあなたの問題は。いや私もうドリルとか塾とか、うん、めっちゃ行ってきたんですよ、全部身についてないんです。あ、そう、はい、じゃあ分かりました。それだけを今日もうしっかり。確かに。でもう買い方もいつも金額分けるかもしれないけど、その辺もちょっと変えます、変えてもらいます。え、全部って配当違う。うるさい。ここは来たことあんの？この綺麗になる前は。あ、来てた。来たことあります。ウィーキープラザもすっげー綺麗になったね。めっちゃ綺麗になって、めっちゃ綺麗になりました。これ誰か分かりますね。内山さん。そう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 、内山さんにしか見えなかったけどスマイル君にも見えて、そんなことないか。丸亀のね内山新自杯っていうのをボートレース多摩川でやるほど内山君いろいろやられてるんで、あとはあのまつりちゃんのグッズとか。まつりちゃんグッズ多いですね。でこのパーカーがちょっと触ってほしいんだけど、ツルツル、ちょっとツルツルなの。ツルツルなんですかこれ。あ、え、すごい。めちゃくちゃよくできてます。これあの YouTube 配信でもその出演者の方が結構来てたりする。僕の中では一番やっぱレアなのはこれですね。このサイズのボートレースマスコットぬいぐるみって売ってないんですよ基本。私の家族全城のマスコットをでかい瓶に詰め込んでるんですよ。これだからこういうやつでしょ。いや、これです。このサイズが入ってる、はい、あ、これはすごいよ。選手の勝利者インタビューでお疲れ様でした、 ありがとうございますっていうのをお客さんにあげたり、あげたり、非売品なことが多くて多摩川は売ってますよっていう。へ、レアですね。レアレアレア。こんなのも売ってるんですね今。あ、そうそうそう、神社みたいなの。はい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 。これ買って裏に書いてお祈りしてみたいなことをできる、やれる。で選手の書いた絵馬とかもいっぱい飾ってるんですか？飾ってる。縁起良さそう。これ欲しいです。すごいですね。よく言われます。よし、いっぱい当てれますように。じゃあまつりちゃんの缶バッジ、まつりちゃんガチャ。え、じゃあ伊勢のでやりましょう。狙ってるものもないのに、こういうの大好きなんですよね。あんと、いっせーので。なんか悲しんでる。相当悲しんでる。そう、顔見えない。私可愛くないですか？おやすみなさい。あ、これは可愛い。俺なんか今日の運勢がもう確かにすげー縁起悪い。よかったら。いや大丈夫です。私これ、これここ貼っときます。ういちさんが今日は。いや、いいよ。お、すごい、なんか両方ついたのもすっごい可愛いもん、ほら。本当ですか？嘘の、悪い顔してますよ、ういちさん。この辺も可愛いんじゃない？あ、すごい、これ、すごい可愛い、これ。あ、確かに。あ、いいね。こっちに通せば。お揃い、うん。いいじゃない。こういう使い方もできます。1個ずつが8倍ないと
負け金とかける額を足して、あ、負け金とかけるガスを額をガスをありがとうございます。そうっすね。1・2・3・4・6・5。さあ今1レースの展示が終わりまして、進入に動きがありました。1・2・3・4・6・5号艇坂本選手は B2 新人の子なので外に出たという感じです。選手によってはつく師匠とかの指示によって3年間とか4年間とかずっと外側だけしかやらされない、で今日初日だから、うわ初日ほぼデータがないです。うわ私の苦手な初日、うん、例えばデータ派の人だとね、こう専門書が見ながらその人が引いたモーターは前の節誰が使ってたか、そして成績どうだったか、その辺を考えてやるもよし。で玉川は他の場とあんま変わりはないので、差しまくりまくり差し何でもありです。一生硬いっていう日もありますけど、ボートレース場だったらあるあるなので、そんなにそのインが極めて弱いですということでもないし、とにかく技のオンパレードみたいな、はいはいはい、何でもありです。初日は何を基準に選んでるの？私は過去10走あーなるほど過去10走と成績ね、折り点がある場だったら折り点、玉川も今出てますよ、はい、折り点1号艇が3項目ぐらいで色ついてましたね。この中で一番重視するとしたらどのそれも人によります。あー人による、うん、どこかっていうのは一応把握しておく、はい、あの場によっても微妙に違いますよ、うんうん、回り足、はい、直線、はい、あ、こっからここだけなんですね直線って。そう、展示タイム一周は一周ですか？一周はもう一周、うーんで、この直線のなんか測る位置が微妙に上によって違ったりなんかするんで、そうなんですね。坂本選手は外出てます。ただしもう一個注意したいのは6号艇の関口選手フライング2本持ちです。だからもう5、6これ切った方がいいよ思い切って。でもこれ4の吉村選手が行ってしまったらちょっとありますよね。これ普通になるんじゃないの？で初日は気をつけたいのはあの部品交換情報とかがないか、すっごい交換してくる選手とかいるから気をつけてください。このレースは部品交換は特になしないですね。うん、これ普通だろ。僕はもうこれでいいです。蜷川哲平ちゃんが逃げてそこから2・3・4・2・3・4、5号艇の坂本くんが1個外に出て、うちに入ってくる関口さんは今度フライング2本持ちということで、5、6はちょっともう勝負にならないと考えてます。1個だけ怖いのは4の吉村選手が角から突き抜けていくと5、6がついていく可能性もあるかなとは思うんですけど、展示タイムをこういう時は頼りにして、4号艇の吉村選手そんなに別にいいタイムではなかったので、インが普通に逃げて2・3・4の誰かが2・3着。 OK、 これでいこうと思います。はい、1・2の3・4・6と1・3の2・4、5点で各500円で2500円、こちらでいきたいと思います。1・4もどうかなと思ったんですけど、ちょっと1・4は省きました。あの一番人気が10倍切ってたんでちょっと少なくしました。混乱させて申し訳ないけど、はい、500円で5点買って2500円になりました。何倍ないとがみりますか？5倍です。そうです、 OK、 ついてきてる、イエイ、勉強の効果出てる。ウイチさん当たりそう、無難に。私これ持ってるから大丈夫、お守りだから。来ないって書いてますもん、だって来ないって書いちゃってますもんこれ普通だろう、風もねえし。ただ、はい、我々全く触れなかったモーター問題があるんですよね。うわー見てなかった。3号艇の藤田選手のモーターがある3連対率が非常に高い、すごっ、3からとかっていう考え方もまあできなかない、うん、さあ鉄平しっかり、鉄平しっかり、スロット1・2・3、鉄平しっかり、これは大丈夫でしょ。
今まさに言ったモーターで言えば3ですみたいな。でもこれ6になったらえらいことになるんですよ。あ、1、4、今はもう2がエンストしちゃってますから3、1、4で決まりましたね。うわー、負けたか。3、1、4、32.3。いやー、3、1、4は変えなかったですね、私は。こういうの見ちゃうとやっぱモーターもあんのかなみたいなね。しかも結構いいですもんね、60って。数字の上では三連対率は高かったですけど、でも別に展示でそんなに色がついてたわけでもないじゃん。展示でこれでめちゃくちゃ3人色がついてんだったら、あ、やっぱり数字いいだけのことあるなみたいな。ってなるけど、展示全然でしたもんね、別に。まあでもその考え方によっては取れたかもねっていうところではありましたね。314。ここで大事なのが、はい、いくら使ったかをメモしておくことです。そうですよね。いつもメモしてるんですか？僕は把握するようにはしてます。ウィチさんでもしてたんですね。初めて知った。え、何ですか？初めて知りました。2名結構なこと言いました。え、何ですか？ウイチさんでもしてたんですねって。だからどういう意味ですか？だからウイチさんでも、お前みたいなもんでもそういうことするのかっていう。違いますよ。いや言い方的には今全員がそう思って。え、そう思いました？えってなりました。違いますよ。ウイチさんでもしてるんだったら日向絶対しないとダメじゃんって思いました。知らなかったんですよ、ウイチさんがメモってるの。いつも隣にいたのに。あ、A1 の選手がいますね。4号艇に A2 の折下さんがいるでしょ。長谷川さんのインコース、一応だから初日だからモーターもチェックするかみたいな感じになって、3、4、5あたりでも2連対率まで見るとやっぱ4の折下さんが一歩抜けてる感じはある。片岡くんがどうかだな。でここも6号艇の佐藤選手は、はい、まだデビューほやほや。ほやほや右京くん、え、坊主にしなきゃいけないんですか？最初は卒業したばっかりだから、あの訓練学校にいる間は坊主。だからか。3人気ですね。3。前澤選手が勝って当たり前なんじゃないの か今もうすでに一番人気が314。10倍。10倍切りますかね。いやどうかな。そこまで圧倒的に3ってわけでもない気がするから、今のままなら買えるんだよ。展示タイム出た。折下さんより滝沢さんの方がだいぶいいな。前澤選手何の色もついてねえや。本当だ。あれ、滝沢さんがちょっといいぞ。でスタテンで折下さん4がへこんでたし、展示の結果が踏まえてこれになりました。3553からの124、31の245、51の234という、まあ、いずれにしても前澤選手が鍵となるというふうに考えてまして、前澤選手がまくりに行ったところで滝沢選手のまくり差しが入ってくれば。最後迷われてたのはどのあたりの前？51まで買うかどうかだね。3がまくりに行って1が張って、で空いた穴に5のまくり差しが入ってこれるかなというところですね。4の折下さんにスタート行かれちゃうとちょっと厳しいのかもしれないですが、展示では行ってなかったしタイムも出てないし、折下さんがかなり厳しいのではという判断でございました。ただしです、
モーターの素性だけを考えると折下さんこの4号艇が一番良かったわけで、非常にその辺が悩ましい。さっき1レース目展示では全くいい感じがなかったけれども、モーター素性、そのモーターの2連立3連立だけを見れば3号艇の藤田さん行ってもおかしくないよねみたいな話をギリギリでして、結果そっちが来たことを考えると、素直に行くならこのレース4号艇の折下さんを絡めない手はないんです。それなのに俺は展示の見た目と折り点の色の付き方で今やられた感じの買い目を出してます。私は134のボックスと354と315と154を買いました。ボックスは134にしたんですけど、どの選手も気になったので、うん、この他3点はちょっと5を絡めてこれでいきたいと思います。よし行こう。お腹空きましたね。ね、あ、なんかあれ木があるじゃないですか、多摩川、うん、あれって何の役割か知ってます？風よけ。そうなんですか。おお、正解みたいです今のは答えを知ってる人の質問の仕方なんだけど、知らなかったです、聞きたくて。え、質問の仕方間違えます、うん、あれってなんであんな木生えてるんですかね。そう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 、あ、風よけなんですね。なのかなと思うけどね。なんか二酸化炭素とか出して空気良くしてんのかなと思ってました。木って出ますよね、なんか酸素みたいな。木は二酸化炭素を吸って、あ、吸うんですね。酸素を出してくれる方なの。おお。ああ、四がなんか言ってるじゃん。四がちょっと出てる。ああ。インが行くのかよ。あ、でもなんか。あれ。あ、でもなんか追いつけないな。うわー、なんでそういう感じ。ひでー。え、だって134だったらあるな、日向勝って当たり前だと思ってたのにな。2マーク勝負、2マーク勝負。あらあらあら、4 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 4
もう132はないよ。これでも31なってもおかしくないと思うんですけど、1344、1、3、4か135になりそうですね。134がいい。35はない。4、頑張れ4。けけけけけけ。ああもう13だ。よし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 。ありますよねこれ134。4だね。よし。頑張れ。でもなんかちょっと5ずるとくないですか？表現。あ、ずぶとい5が勝ったよ。ずぶとい。ほらずぶとかった。ずぶとい。しぶといな。そっちか。しぶといなの今の。そっちか。多分そんな感じです。ずぶといとしぶとい全然違うからね。135だ。いやもう俺それ以上の衝撃で今もう外れたのどうでもいい。それ以上の衝撃じゃないです。外れた。惜しかったから悔しい。惜しいなでも。惜しかったから悔しい。これはきついわ。次食事みたいなんで。あ本当？来週も見てね。なったことねえけど。でかいのよ。あっつ。え？これうまいのよ。これがまた。あ、ちょっとごめんなさい。レース始まる。あ！いただきます。